マグナイトは日産自動車が製造、販売している小型クロスオーバー SUV。近年、流星化している小型 SUV 市場に進出すべく開発された。当初はダットさんブランド初の SUV として出す方向で開発されていたが、市場ではすでに極度の販売不振の煽りを受けて、ブランド自体を収束させる方向で動いていたため、開発最終段階で日産ブランドに 以降、2020年7月にマグナイトコンセプトとしての発表時は日産ブランドとされた。2020年10月、量産仕様の概要が明らかにされ、同年12月よりインド市場とインドネシア市場にて発表、販売を開始。生産はインドチェーン内にあるルノーイコール日産の工場にて行われる。プラットフォームにはルノーカイガーやルノートライバーで、 採用済みの CMFA が採用され、エンジンには1.0リットルのナビー R10 もしくはターボフラーレーデッドが搭載される。それらに組み合わされるトランスミッションは 5MT が基本で、ターボにはエクストロニック CVT も用意される。全長はインドの税制に合致するよう4メートル以内に収めている。社名は英語のマグネティックとイグナイトを掛け合わせた造語である。 ありがとうございます。